コトヌーは、ベナンの都市で、同国の事実上の首都。2017年、の人口は約240万人。同国を代表する港湾都市であり、ベナン経済の中心である。約25キロメートル北東に、首都のポルトノボが位置している。市内には、国会、最高裁判所、カジホン空港などがあり、憲法上の首都は、ポルトノボとはいえ、 多くの首都機能はコトヌーに置かれている。19世紀半ばよりフランスによる植民地化が進められ、フランス領西アフリカの一部となった。1960年のベナン独立に伴い、ベナンの中心都市となった。街の風景コトヌーの通り広場コトヌーはノクエこと、ベニン湾の間の海岸沿いにある。欠片の気候区分では、サバナ気候に属する。主要な工業品は、 パーム油、醸造、織物、セメントである。自動車や自転車の組み立て工場や製材所がある。コトヌこうの主な輸出品は、石油製品、防気サイト、鉄である。中心街ベナンニチェール鉄道輸送共同体の北線の出発地である。内陸まで鉄道が伸びており、物資の集産地としても重要な役割を果たしている。港国立ベナン大学が置かれ多くの学生が、 学んでいる。ありがとうございます。